横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対中日ドラゴンズ、この一戦をお送りいたします。ベイスターズの先発は右のロメロ、対するドラゴンズの先発は左の松葉、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。右のロメロマウンドに上がりました。期待しましょう。注目の投球です。まずは1回の表、先頭バッターは岡林。背番号60、はい、第1球、1球目ストレート空振り、いきなり155キロ。第2球ボール。投球はこれから3球目、インコース低めいっぱいストライク。第4球を投げました。外のボール球打った、外ボールを掴んだ、タッチはアウト。これでワンアウト。バッターは2番溝脇。溝脇背番号48。第1球投げた、インコース低めストライク、いきなり156キロ。空振り、少し迷ったか。第3球を投げた、高速シンカー見逃し三振。バッターは3番大島。大島背番号8。第1球投げた、初球打った、ショートから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。ロメロ今日は上々の立ち上がりです。2回の表、1点を追いかけますドラゴンズの攻撃。トップバッターはマルティネス。投げた、見送ってストライク、いきなり157キロ。投げた、カットボール決まってストライク、これで追い込みました。投げました、一つ外してボール。投げました、変化球、空振り三振。バッターは5番阿部。背番号5。第1球投げました、初球はストライク、いきなり156キロ。投げました、ストライク。第3球を投げました、おっとした球。第4球を投げた、打った、抜けた。阿部ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。背番号35。第1球初球外れてボール。第2球投げた、カットボールはストライク。投げた、見送ってストライク、追い込んでいます。追い込んで投げた、ボール。投げた、打ちました、ファール。さあ6球目投げました、内角低め、空振り三振。最後は153キロストレート。背番号3。第1球投げました、直球見送ってストライク、いきなり156キロ。インコース低めストライク、これで追い込みました。投げました、完全に外れた、ボール。投げました、打ちました、ライトへ行った、ヒット。中継、高橋いいバッティングを見せました。ベイスターズ同点のピンチを迎えます。第1球投げました、ストレートはストライク、いきなり156キロ。第2球投げた、危ない球。第3球を投げた、高速シンカーはボール。さあ4球目打ちました、ファールボール。投球これから5球目、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。先ほどのプレーです。ロメロ2アウト1塁2塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。2回の表が終わって1対0です。ベイスターズリードで迎える2回です。ワンアウトランナー1塁という場面で山本。第1球投げた、見送ってボール。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、レフトバックしていった。中継、山本ナイスバッティング。ドラゴンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー松葉。第1球インローの直球はボール。第2球
投げた、決まってストライク。第3球を投げました、低めボール球打った、宮崎取った、アウトです。一塁はアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って岡林。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げました、もう第3球を投げました、内角低め見送ってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。もう第5球投げました、打ちました、一二塁間ライナーで破った、ライト前ヒット。岡林いいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。初球バント、ピッチャーの右へ転がした、一塁アウト、ランナー二塁に進みました。ベイスターズ同点のピンチを迎えます。第9初球から打ってった、ファースト真正面、ベースカバーに入る、ロメロ取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。ロメロ2アウト2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。3回の表が終わって1対0です。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターはマルティネス、今日の第1打席はスイングアウト。第2球投げました、ストライク、追い込んでから投げた、外角、空振り三振、ロメロ3球で仕留めてみせました。第9投げた、初球外れてボール、投球これから2球目、2球目空振り、タイミング合いません。投げた、変化球ストライク、インローへ、タイミング合いません。第4球は打ちました、1・2塁間へ、外ボールを取る、1塁へ送る、ロメロ取ってアウト、これで2アウト、ランナーありません。投げた、決まった、ストライク、まずは入れてきました。投げた、ツーシーム見送ってストライク。第3球は打った、ファール。第4球を投げました、カットボールはボール、投球これから5球目、ボール。第6球を投げました、外れた、ボール。投げました、見逃し三振、ロメロ最後は見逃し三振に仕留めました。4回の表が終わって2対0です。4回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは山本、投げました、外角高め、ストレートは外れてボール。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、センターバックしていった、これはヒットになります。山本一気に二塁へ、山本ツーベース。バッターは8番森、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げた、打ちました、初球打ち、フラフラっと上がった、掴みました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げた、打った、バントシフトの間、溝脇掴んだ、一塁送球、アウト、ベイスターズ。なおも5回の表、2点を追いかけます。ドラゴンズの攻撃、この回のトップバッターは高橋、打ちました、ファールボール。さあ次の投球、投げた、危ない球。第3球を投げた、3球目ストライク。第4球は危ない球。第5球投げました、カットボール、見逃し三振。左バッターボックスは8番石岡。第9投げました、これはしっかりキャッチしていました。第2球投げました、流し打ち、どうだ、サード左横のゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー松葉。第9投げました、ストレートはボール、投げました、カットボールはストライク。投球はこれから3球目、ストレート見送ってストライク、追い込んでいます。投げた、高速シンカー、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。ロメロ最後は空振り三振で仕留めました。5回の表が終わって2対0です。
ベイスターズリードで迎える5回です。ツーアウトランナー1塁という場面で山本初球を打ちました。センター前クリーンヒット、二塁はセーフ。山本ナイス。ゲームはこれから後半6回に入ります。左バッターボックスはトップバッターの岡林、ボール。第2球投げた、カットボールはボール、低め。第3球を投げた、ストレートはボール。第4球を投げた、見送ってストライク。次は5球目投げた、まっすぐ見送ってストライク。さあ6球目投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振。第1球投げました、インコース、直球は外れてボール。第2球投げました、打ちました、1、2塁間への当たり、ロメロ取ってアウト。これで2アウト、ランナーありません。第1球投げました、直球決まってストライク。いきなり157キロ投げました、打った、破った。大島いいバッティングを見せました。バッターは4番マルティネス、ここまで2打席連続三振。一塁へ牽制球を送ります。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、高速シンカーはストレート。さあ5球目ボール。第6球をランナースタートを切った、打ちました、あーっと詰まった、セカンド前方のフライになりました。取ってこれで3アウトチェンジ。ドラゴンズファーストランナー残塁、6回の表が終わって3対0です。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で山本、今日は3安打猛打賞。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、ストレート決まってストライク。第4球を投げた、打ちました、ヒット、ライトバックホーム。山本ナイスバッティングです。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは阿部、投げました、初球決まってストライク。いきなり157キロ、危ない球。第3球を投げました、打った、森ボールを掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番木下、ここまで2打席連続三振。投げました、初球を打った、セカンド左抜けるか、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番高橋、今日3打席目。第1球投げました、決まってストライク。いきなり154キロ、外角低めボール。第3球を投げました、打ちました、ショート右へのゴロ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。ロメロこの回きっちりと3人で抑えています。7回の表が終わって5対0です。8回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは石岡、今日は三振とサードゴロ。投球これから2球目、2球目ストライク。第3球は見逃し三振、ロメロ見事なピッチングです。代打は加藤、第1球投げた、インロー見送ってストライク。まずは決めてきました、投げた、打ちました、サード右への打球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに帰って岡林、岡林。第1球投げた、決まってストライク。いきなり152キロ、投げた、インローギリギリいっぱい、ストライク。これで追い込みました、投げた、外、空振り三振、ボール球で仕留めました。ロメロ最後はスイングアウトの三振で仕留めました。8回の表が終わって7対0です。ベイスターズリードで迎える8回です。ツーアウトランナーなしという場面で山本、初球打って出た、ダイレクトで当たった、打ったバッターは一塁蹴って二塁へ、山本ツーベースヒット。バッターは先ほどから途中出場している太田、
第1球投げました、ボール。第2球投げました、ボール高め。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、決まった、ストライク。投球これから5球目、打った、二塁ランナー三塁へ抜けた。太田、いいバッティングを見せました。ドラゴンズ、何としても得点を挙げたい9回です。バッターは京田。第1球投げました、初球から打ってった、ヒット。打球が転がっている、中継。京田、ツーベースヒットを放ちました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは大島。第1球投げた、インコース低め、ストライク。いきなり151キロ投げた、打ちました。追い込んで投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振。4番山本に代わりまして郡司、背番号44。第1球投げた、決まった、ストライク。投球これから2球目、2球目ストライク。第3球を投げた、アウトロー、ボール。投球これから4球目、ボール、外角低め。次は5球目、打ちました、二塁ランナー三塁へ向かう、アウト。ベイスターズ勝利目前。バッターは5番阿部、今日はここまで3打数1安打。ツーシーマー、ストライク。いきなり151キロ投げました、打ちました、抜けた。ドラゴンズようやく1点を返しました。バッターは6番木下、これが4度目のバッターボックス。第1球投げました、見送ってストライク。いきなり151キロ投げました、カットボール見送ってストライク。さあ次が最後の投球になるか、投げました、内角ボール球打った、アウト。ゲームセット、ロメロ見事な完投勝利です。ベイスターズ圧勝です。ご覧のように本日の試合は横浜 DeNA ベイスターズの勝ちでございます。勝利投手ロメロ。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。